広島市は今年の平和記念式典にウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟関係にあるベラルーシを3年連続で招待しない一方で、ガザ地区への攻撃を続けるイスラエルは招待する方針です。市によりますと、この決定についてイスラエルは呼ぶべきではない、ガザでの戦闘を容認するのかといった抗議のメールが昨日までに国内外から1020件届いているということです。今日は県被団協や原水協のメンバーが広島市役所を訪れました。そして紛争の有無にかかわらず本来すべての国を招待すべきで、広島市はダブルスタンダードと批判されても仕方ない、早急に対応を改めるべきだと訴えました。国際平和都市としてですね、やはり広島こそそれはやめなさいよということを訴えるべきじゃないかというのが一番ありますね。だから広島に呼ばないということ自体が私はおかしいと思うんですね。広島市は全ての国を招待するのが基本なのでイスラエルは招待するが、ロシアは日本の姿勢に誤解を生じさせないため例外的に招待しない、この方針は変わらないが意見は市長に伝えると答えました。